もしもし。よ、カイトだ。綾部には会えたか。いや、でも羽村に殴られたってホスト見つけた。ん？なんだそりゃ。羽村のアリバイを証明できるかもしれない。本当か？事件当日の12時頃、聖也ってホストが羽村に殴られた後サウナに入っていく姿を見てた。場所は九州一番星のあたり。もしその辺に防犯カメラがあったら何か映ってるか。今そこに向かってる。おい、そのあたりって刑事跡が近いな。凶霊界に見つかったら厄介じゃねえか。そんなの言い出したらどこも歩けなくなる。まあそうだな、違いねえ。そこのお前、見た顔やな。おお、村瀬、奇遇やの。こないだの礼にたっぷり痛めつけたる。おお、このガキ会社に引っ張ったるや。いや、急にこれはちょっと。ターボ、カイトーさん、邪魔すんな、ボケ。どこ行くの。なんだおら。いや、なんかすげえな、あんた。早く手伝え、タボ。確かに。お前ら、おとなしゅう往生せえや。
かってこいや。なんだよこれ。収穫はあったんだろうな、タボ。多分な。ほら、あのカメラ。あれにホストを殴る羽村が映ってれば、アリバイは成立。俺らの仕事は終わりだ。映ってなかったら？そんなの考えたくもないな。何が映ってんのかお楽しみか。必要なことは全て映っていました。これは事件当夜、酩酊状態にあった被告人が通行人に暴行する様子です。この直後、暴行された通行人は被告人がサウナへ入っていく姿を目撃しています。以降、始発まで店を出たサウナ客はおらず、つまり被告人は朝まで同店内に留まっていました。このことから弁護側は被告人のアリバイが成立したと考え、
無罪を主張いたします。ところで検事にお伺いします、検察は起訴前にこの映像をご存じなかったんでしょうか。警察でサウナ周辺の防犯映像を調べたところ、被告人の姿を確認できるものはなかったと、そのように聞いていました。では検事ご自身でサウナ周辺を確認しにも行かれなかった。ええ、私は確認していません。何にせよ実際今弁護側が提示された映像はあまりに不鮮明です。被告人の姿を確認できたとの弁護側主張には同意できません。わかりました。では続いて弁護側証人を尋問いたします。先ほどの映像の中で暴行を受けていた人物、あれはあなただということでしたね。間違いありませんか。はい、そうです。ではそのあなたを暴行した人物ですが、この法廷にいますね。証人、どうしました。僕の勘違いでした。殴られているのは間違いなく僕です。でも殴っているのか誰かは分かりません。裁判長、すいません、一時休廷をお願いします。何があった、聖也。僕証言できません、ごめんなさい。だからなんでだよ、今朝まで全然そんなこと言ってなかったろ。さっき電話がかかってきたんです。電話？僕には妹がいて、その携帯から知らない男の声で電話が。そいつは教令会の村瀬だって。八神さんにそう言えばわかると。村瀬が証言するなと言ってきたんだ。はい、もし証言すれば妹の帰りがいつになるか保証できないって。分かった。おい、どうすんだよ八神、警察に相談するか。海藤さん、八神だ。今から教令会の刑事アートに行く。証人の妹が人質に取られた、手貸してくれ。どうする気だ、裁判は始まってんだぞ。自分の証人も守れねえで何が裁判だ。お、できるだけ時間引き延ばしてくれ。聖夜が証言できるように必ず俺が何とかする。巻き込んだのは俺だ。妹さんは絶対無事に返す、約束する。時間引き延ばせっていつまでだよ。you
海藤だ。 KJ アートに着いた。お前は？近くまで来てる。もうすぐだ。今見てるけどよ、ビル中のブラインドが降りてる。中の様子がわからねえ。本当に人質はここなのか？相手は関西の協力会だ。そういくつもこっちにアジトはないだろうし。それに、それに隠したいものがあるからブラインドが降りてるんじゃないか。聖夜の妹がそこにいる可能性は高いよ。なるほど、そりゃ怪しいな。わかった、俺はこの間のとこで待ってる。 KJ アートを見下ろせる屋上だ。いいな。相変わらず中の様子は見えねえ。どうする？まず強行突破はなし。敵の数がわからないし、人質を盾にされる。変装もさすがに警戒されてるだろうな。じゃあどっか侵入口見つけて忍び込む感じか？ああ、それしかないな。そうだろうと思ってよ、いい作戦を立てといたぜ。へえ、どんな？まず俺がビルの正面で騒ぐ。で、連中の目引いてる間にお前が入り込んで人質を連れ出す。作戦ってそれだけ？バッチリだろ。まあ、で、目を引くって何やんだ？それは、そん時がクリアわかる。ただまあ、お互い体の張り時だ。なるほど。中で女の子が心細くしてんだろ。早く助けてやろうぜ。分かったよ。俺が侵入口を探す。見つけたら合図。クソガキいるか？元松金組の怪盗だ。村瀬出さねえとこのビル燃やすぞ。こら、おお、上等や。そこおれよ、我逃げんなよ。行け、タボ、今がチャンスだ。分かった、死ぬなよ、怪盗さん。度胸しとるの。よう逃げんかったやないか。我も終わりや、クソガキや。なんだお前らは。村瀬を出せっつってんだよ。雑魚じゃ話にならねえ。早く呼んでこい。
よし。よし。返さへんで。おい、さらった子どこだ。知らん。俺は下っ端やから何も知らされてへんのや。はあ、なんだよ、使えねえな。とりあえず上に行くしかないな。Oh, God.
よし、難しいな。よし、もう少しだ。よし、よし。おい、こら！いい加減にしろよ。まだ元気があるんならいろいろ喋ってもらおうか。さらった子はどこだ。ウェア、応接室におる。応接室だな。素直で結構。応接室の扉の暗証番号は？言うわけないやろが。状況を理解した方がいいぜ。こっちは時間がないんだ。もう一度だけ聞く。これが最後のチャンスだ。応接室の扉の暗証番号は1370や。1370だな。ありがとうよ。セイヤの妹だな。もう大丈夫だ。助けに来た。ヤガミ？やろ、いつの間に。その子解放しろ。今すぐにだ。解放？なんのこっちゃ。この通り縛ってるわけでもない。いつでも好きに帰れるやんか。ああ、なるほど。あんたらも仇の監禁はやばいと思ったわけか。まあ裁判の間だけしのげたらいいんだもんな。考えたね。けどそれじゃ言い訳にならない。は？
縛って拘束する行為だけが監禁じゃないんだよ。もうちょっと勉強しな。やかましい。ちなみに逮捕監禁罪は3ヶ月以上7年以下、当然怪我までさせたらもっと長くなる。そん時は殺して薬で溶かしたるわ。死体が出んかったらそれでしまいや。はい、脅迫罪、また一個罪重ねたね。クソだ。おう、このガキ口きけんようにそれ。そこにおれや、八神。村瀬さん、なあもういいだろう。これ以上騒いでも泣き見んのはあんたらだけだ。羽村にはアリバイがある。久米をやったのは別の人間だ。だから聖夜の証言止めんのにあんたらが体張る価値はない。なら久米は誰がやったんや。それはまだ分からない。ただ羽村ならそれを知ってる。あいつは真犯人とグルだったはずだ。何やと。事件の夜、久米はアムールを出てからあんたに連絡するでもなく姿を消してる。その後は町中の防犯カメラにも映らず、目撃証言もない。俺が思うに久米はアムールから解放されなかった。羽村から真犯人に引き渡されたんだよ。そして羽村がサウナでアリバイを作ってる間、
真犯人は別のどこかで久米を殺し、その目はえぐり出した。筋は通っとるな。羽村が無所に入ったらどうやって今の話を確かめる。せやから羽村は泳がせろっちゅうわけか。証言止めるために女の子を脅すよりかはスマートだ。こんなもん大の大人が何人も集まってやる仕事か。わかったわ。いけや、今日は探偵さんの度胸を褒めといたる。どうも。防犯映像の中で僕を殴っているのは、今この法廷にいる松金組の羽村さんです。思い出しました。間違いありません。では先ほどの発言は撤回されますね。はい、すみませんでした。裁判長、この証人の発言には全く信憑性がありません。弁護人いかがですか。証人に動揺があったことは認めます。ですが初めての法廷に対する緊張は誰にとっても十分理解できるはずです。今弁護側は証人の信憑性に疑いを持っておりません。スターダストというカムロ町のお店、つまりホストクラブですね。証人はこちらに何年お勤めでしょうか。大体2年です。そのわずか2年の間にあなたは女性客との間にいくつかトラブルを抱えていますね。何？何の話？あなたは複数名の女性客に結婚をちらつかせてはいませんでしたか？それも多額の金品を貢がせた時にはすぐにでも結婚できるような素振りを見せる、調子のいいことを言って女性を喜ばせるが、具体的な話になるとさっきのように前言を翻す。そんなあなたへの訴え相談が把握しているだけで消費者センターに5件寄せられていました。そうやって巧みに人の心を誘導する証人の言葉に信憑性があるでしょうか。証人の裏付けだけであの映像の人物を被告人とするには不十分ではないでしょうか。であるならばやはり被告人のアリバイは成立しません。以上です。弁護人から何かありますか。言葉の信憑性という点について一つ検事にお聞きしたいことがあります。はい。その前に先ほどの防犯映像を犯行時刻より数日後まで早送りしましょう。くしくもその日は検察が本件の起訴を決定した日でした。今映ってるのはあなたですね、検事。ええ。そして行っていたのは防犯映像に映っていた被告人と証人の行動の再現でしょう。違いますか。え、いや。だとするとおかしいですね。検事は先ほどサウナ周辺の防犯カメラ映像は一切確認していないとおっしゃった。でも映像を確認せずに証人の行動の再現など不可能だったはずです。またご自身でもその周辺の確認には行っていないとおっしゃった。でも実際に行かれておられます。なぜそんな嘘をついたんですか。嘘なんかじゃ。事件当夜のこの映像は見ての通り必ずしも鮮明とは言えません。だからもしも検事がここに映る人物を被告人ではないと明確に否定したのなら話はわかります。でもあなたは否定するでもなくわざわざ映像を確認していないと言った。おそらくあなたは
映像に映る人物が本当に被告人だったかもしれないと思ってしまったのでは？少なくともその可能性を否定しきることができなかった。だから嘘をついた。違います。あなたのその言葉に信憑性はあるでしょうか？あなたは先ほど堂々と嘘をついたんです。そして残念なことに、今この法廷で被告人の有罪を主張しているのはそんなあなたの言葉だけなんです。被害者の久米が殺害された時刻、羽村は朝までサウナ御殿に入ってた。防犯カメラに映っていた映像と羽村本人の証言、聖夜の証言は矛盾なく並び立ち、アリバイが成立した以上、羽村は久米殺害犯ではありえない。主文、被告人羽村恭平は無罪。これから判決の理由を述べますので、被告人は座ってください。判決は正しい。羽村は確かに久米殺害の実行犯じゃない。ただしその協力者ではあったはずだ。俺は闇に消えた真犯人をモグラと名付けた。土の中で目の見えないモグラは被害者たちの目玉をその鋭い爪で奪う。そして今もカムロ町のどこかで息を潜めている。弁護士であれば被告人の無罪が証明されたこの時点で仕事は完了する。でも俺は弁護士に復帰したわけじゃない。事件が白黒つくまで追いかけるかは全部こっちの勝手だ。狭い町で商売するからには弱小探偵事務所にもメンツってもんがある。つまり羽村やモグラにコケにされたまま終わる気はないってこと。八神さんですよね。お元気そうだ。カムロ町の探偵業は順調ですか？あんたも傍聴に来てるのは分かってたよ。けど挨拶する義理はないんでね。私はジャーナリストとしてあなたの声を聞こうとしただけです。何も個人的な恨みがあったわけじゃありません。殺人鬼を野に放ったインチキ弁護士、俺がどう取材に答えようがあんたの書く記事はいつも一緒だった。忘れないでください。あなたが野に放った殺人鬼に可愛い娘を焼き殺されたご遺族、彼らは今も苦しみ続けています。それなのにまさかまた法廷に戻ってくるつもりじゃないでしょうね、八神さん。誰もそんなことは言ってない。そうですか。それなら結構です。2018年、カムロ町では
関西から進出中の極道たちが次々に殺され、その目をえぐり出されていた。かつて弁護士だった神室町の探偵矢上隆之は容疑者のアリバイを証明し、だが同時に真犯人の存在をごく間近に感じる。名もなきその殺人鬼に矢上はモグラと名を付けた。